ロコブラスラがいますが、ここに暮らしているのはロコブラスラです。北アフリカとアジア南西部に住み、砂漠の長い旅もできて、足の裏は平たくて柔らかく、砂の下に沈まないようになっています。ゴミの中には蚊が入っていると昔から信じられてきましたが、実は中身は脂肪で、食料がない時は栄養欠乏しているそうです。カフェスローリンクになります。北アフリカ、砂漠地帯に住むシローリンク。